目指せコンパクトシティ東戸塚。目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組は東戸塚の街がどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そして街づくりとはどのように進んでいくのかなどについてお話ししていきます。東戸塚駅周辺街づくり開発委員会会長の福原実さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。ゲストといたしまして、新一グループ顧問の大滝正夫さんにお越しいただいています。大滝です、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、本日の話題は前回予告にもありましたが、韓国のお話をしてくださるということで、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まあ、あの韓国といってもインチョンですね。韓国というとソウルをイメージされると思うんですけど、あ、はい、あのインチョンの街にですね、今回あの開発の視察に行ってまいりました。はい、はい、インチョンのお話を伺います。私どもまちづくり委員会のメンバーで、6日から8日にかけて、はい、インチョン市、インチョンは大韓民国の韓国の広域市という位置づけで、まあ、特別市になってるわけですが、あのインチョン広域市に行ってまいりました。でインチョンは今非常に大規模な開発を進めていまして、まあ、これ国家戦略としてやってるわけですが、まあ、そういう街づくりというのが、あの東戸塚の街づくりに、どういうところが参考になるか、また私も実は韓国に何回も行っておりまして、このインチョンの街づくりの、まあ、初期の段階、いわゆる今非常にあの国際的に、ハブ空港として有名ですけれども、インチョン国際空港が5つの島の間を埋め立てている時から私もボートでその現場を見てきてますので、そういうこの完成したインチョン国際空港はもうすでに2001年に完成しておりますが、それ以降まちづくりが進んでいて、その過程というものをやっぱりあの見てきた関係で、今回も中間的な位置づけでありますが、まあ、見てこの東戸塚のまちづくりに生かそうと、それが、まあ、あの視察の趣旨でございました。はい、まあ、実はですね、インチョンと横浜市との関係っていうところからちょっと始めた方がいいかなと思うんですが、横浜市とインチョン市は今あの、まあ、行政上でですね、パートナーシップ都市協定というのを結んでまして、はいはい、パートナーシップ都市というのはこれ政策ごとに両市が共同していろいろ交流を深めていきましょうということで、韓国のインチョン市とはですね、横浜市は観光交流とか、あるいは教育学術の交流とか、スポーツ交流とか、こういうことで今具体的な事業を進めているということなんですね。はい、それからもう一つはやっぱり横浜市が議長国になってるんですが、シティネットといういわゆる都市間ネットワークですね、はいはいはい、この環太平洋の、はいはい、都市間ネットワークで、それぞれの市長さんなり、あるいは行政の関係者が定期的に集まっていろんな課題を話し合いましょうというシティネットっていう協議体がありました。はい、これの議長国は横浜市なんです。はい、このシティネットの会員都市でもあるわけですね、インチョン市は。はい、ということもあって、まあ、インチョン市と横浜市というのは交流を非常に活発に行ってきているところですので、このまちづくりに関してもインチョン市の方々は横浜市のみなとみらいのまちづくりを参考にされて、それであの初期の頃はですね、しょっちゅうみなとみらいにおいでになってたし、横浜市にもおいでになっていて、で私もあの現職の時に、あの市会議員の現職の時にその方々のご案内したり、横浜市の行政の、向こう側からの問い合わせに対してお答えしてきたりということで交流を深めてきたという経緯があります。はい、で先ほど話をしましたけども、インチョン国際空港なんかはまだ実は埋め立てをしている時から、行っておりまして、その間実はこのインチョンのこう埋め立て地というのは3カ所はい、あるんですね。はいはい、今回は3カ所のうちの、まあ、2カ所が重点的 で、そうですね、見てきたわけですけども、特にあの歌にも歌われた非常に有名なソンドというですね、
漢字で書くと松島と書くんですけども、はい、このソンド地区というのが中心で今回の視察の、まあ、中心になったところです。まあ、これ最初にですね、このどれぐらいの規模なのかということをちょっとお話ししておいた方がいいのではないかと思いますが、まあ、三地区というのはですね、インチョン国際空港があるこれはヨンジョンという地域なんですが、はい、このヨンジョンという地域とそれから今港湾整備も一緒に進めているですね、このソンドですね、これはもう非常に大規模な埋め立てをしたところです。埋め立てをして、それでその埋め立てしたところに町をいっぺんに立ち上げているという、それからこれがソンドですね。それからもう一つはチョンラという地域がありまして、これは国際金融都市とか業務都市を作ろうとして作られた埋め立てられたところなんですけども、これまあ規模としては一番ちっちゃいんですけども、実はこの3つのソンド、ヨンジョン、チョンラの3つの地域を合わせますと、実は 209.5 キロ平方メートルという、まあ、これだけ言ってもよくわからないんですが、韓国がこの都市開発をする上で参考にしたと言ってるですね、横浜のみなとみらい、はい、このみなとみらいは皆さんもたくさんおいでになってらっしゃると思いますのでお分かりになると思いますが、みなとみらい地域のなんと112倍です。112倍、すごいですね。まあ、確かに規模が全く違いますよね、はい、そうですね、それでこの地域はですね、特にこの一番大きいヨンジョンという飛行場がある地域なんですが、はいはい、この地域はみなとみらいの74倍もありまして、はい、戸塚区のですね、戸塚区ですよ、戸塚区全域のなんと4倍もあるという、ああそういうことですね、まあ、確かになぜだだっ広いという印象が多いですね、私の中にあって、これを全部埋め尽くすにはどれだけ時間と費用がかかるのかなというぐらい、そうですよね、大規模開発でびっくりしましたけど、びっくりしましたね、本当に、4000メートルの滑走路を4本作るっていうんですね、はいはい、今3本動いてますが、もう4本目もまだ動くんじゃないでしょうか、まあ、飛行場の規模といい、はい、開発の規模といい、すごいですね、すごいですね、はい、実はこのソンドもですね、戸塚区の面積の約 1.5 倍を埋め立てて、そこに町がいっぺんに立ち上がったっていう、そういう地域なんです。その3地区の209キロ平方メートルっていうのはどれぐらいの面積かというと概算ですけど、ええ、横浜市の約半分なんですねでこの横浜市の約半分をですね、本当にこの数十年の間に埋め立てたと。そうですよね。そして町を作ってですね、そこに基盤整備をして、で今町が立ち上がってると、こういうところなんですね。なんかね、規模的にですよ、はい、私が感じたのはそれこそ東京湾が埋め立てられちゃうようなねなんか東京と横浜と、ね、なんかこう埋め立てていったら、なんか東京湾が埋まっちゃったみたいな話じゃないですけどねなんかそのぐらいの感覚のなんか埋め立てを簡単にやられたなっていうか、ね、まあ遠浅ですからね、はい、東京湾なんか深いですから、はい、そういった意味では埋め立てるにしても相当なその残土が必要ですけど、はい、まあそういった意味では遠浅で埋めるのも、はい、まあ、簡単ったらおかしいですけど、そうですね、大した努力もいらずにできちゃったのかなって感じです。比較的、まあ、事業費もそういう意味では簡便にできたというふうに言われてますですね。でこの3地区でですね、計画人口が52万人ぐらいなんですよ。はいはいはい。みなとみらいは、ええ、さっき言いました航空施設のあるですね、ええ、ヨンジョン の、ええ、74倍、ええ、ヨンジョンは74倍もある、74分の1ぐらいしかないみなとみらいが、実は計画人口って20万人なんですね、はいはいはい、19万人の就業人口と1万人のいわゆる居住人口ですから、そう考えると、ええ、人口密度の点から言ってもですね、ええ、この韓国で今作ってる街っていうのがいかにこう低くなるか、はい、まあ、いわゆるまあ住みやすいっていうか、はい、まあ、そういうことですね。そうですね、うん、すごく印象に残ったのは、まあまあ、もちろんみなとみらいを参考にしてそのお作りになったということだったんですけど、レベルがちょっとこう規模的な部分が違うので、
根本的な考え方としては、ね、すごくこう韓国の方々に参考になったのかなっていう感じがしますけど、はい、そうですね、あの逆に我々があの開発を見て参考になるかって言ったらですね、全く参考になるって言ったら怒られちゃいますけど、あのすごすぎて、はい、確かにすごいなっていう一言で終わってしまうんですけど、すごすぎてそれをどう参考にするって言ってもなかなか難しいのかなっていう感じはしましたね。そうですね、はい、圧倒されて帰ってきましたけど、まあ、あの、そういう意味ではですね、確かに、ただ私はですね、あそこの町を、その初期の段階から見てきて、その中間でですね、あそこで都市博覧会やってんですね、はいはいはい、この都市博覧会やった時にも私招かれてですね、それ見てまして、私たちがあの、あそこで見てきました、はい、あの会議場、はいはい、国際会議場だっていうね、ソンドコンベンション、はい、センターですね、ソンドコンベンシアって言ってますけど、はいはいはい、あそこがようやくできてですね、はいはい、あそこであのその都市博覧会なんかの式典とか、はいはい、あのいろんな催しなんかやって今回ゴルフ場のパーティーをやられたんですよね、はいはい、そうです、そうです、ゴルフの、あの、はい、プレジデントカップでしたっけ、はい、そうでしたね、それのですね、はいはい、プレジデントカップやったゴルフ場も、実はまだオープンしてなかったですね、あれも、はい、まあ、そういう感じで言うと街の中にゴルフ場があってみたいな感じは、はい、東戸塚非常によく似てるのかなっていうところもありますけどね、はいはいはい、それとあの国際会議場の施設とかですね、はいはいはい、いわゆるレジャー的な施設も作ってるしですね、はいはいはい、埋め立てた地域ですから、ほとんど緑なんか何もないわけですが、そこに新たな公園を作ったりですね、はいはいはい、それから水辺の空間作って、はい、あの水路、その人工の水路を作ってですね、そうですね、そしてそこにあの水上タクシーなんか浮かべたりして、水路というかまるでプールのようですけどね、はい、あのなんかこう私のイメージの水路と、はい、あのちょっとギャップがあってですね、はい、これは本当になんかこうプールの上に船が走ってるみたいな感じで綺麗すぎてですね、あれは要は一般の水が入って、はい、こうなんてお水だとか一切入れてないですよね、はい、すあの基本的に川ではなくて、はい、公園の中のある意味プールのような 水、ね、水路ではなくてですね、はいはい、そんな感じだったんですね、はい、そうです、そうです、あの水路として作っているというよりは公園として、公園ですよね、セントラルパークの中の、ね、まあ、水辺空間というか水辺空間ですね、あれね、はい、ですからもうまるでプールのようでしたけど、はいはい、まあ、元々あった水路を利用してとかって、はい、そういう考え方では全くなかったですね、そうですね、でその周辺にだからもう超高層のマンション群があったりですね、まあ、いわゆるこれもまた非常に大きな規模のホテルがあったり、はいはい、鉄筋コンクリートの建物のホテルじゃだけじゃなくて、韓国風の昔からのですね、私どもが宿泊しましたけども、いわゆる半夜ホテルと言われているですね、韓国風の作りをそのまんま導入した、あのホテルなんかも大規模なものがありましたんですよね、はい、そうですね、でそういうのが、まあ、あのソンドの地域の街づくりの、まあ、一つのメインになっていてですね、はいはいはい、あの非常にもう 町そのものも、はい、まだもちろん完成はしてませんけども、ね、はい、建設の途上ですけども、はい、かなり充足してきたの、来ているのかなと、はい、横浜でいう大通公園に水路が入ったみたいな、はい、はいはいはい、ね、あれを大きくした気分、はいはいはい、そうですね、そうですね、そういう感じでしたね、で今ショッピングモールなんかもできていて、はいはい、日本のうどん屋さんなんかも来てたりですね、でも考えてみたら、はい、あの野球場ですとか、はい、サッカー場みたいなものがなかったですね、そうですね、これは今実は別のところに作ろうとしてるんですよね、はいはいはい、まあ、意外とああいうものが早くできるのかなと思ったら、はい、あ、そうですね、ああいうものはまだ整備されてない、はい、そうですね、でしたね、はい、あの大型のレジャー施設というのは、まあ、実はチョンラ、先ほどもちょっと話をしましたけども、あの、あちらの地域の中で、作る計画を持ってるようです、はいはい、まあ、これから、まあ、あれだけのやつですから、その、はい、順次こういろいろ開発をしてるんでしょうけども、なかなか埋まんないでしょうね、そうですね、何年、それこそ今東戸塚のコンパクトシティは100年の未来を考えながら今 CG 作ってますけど、そうですね、それこそ100年ぐらいかかりそうなでもです、ね、規模感ですよね、でもですね、私実は計画を、これも昔から私どもやっぱり言われて知ってましたので、改めて振り返ってみるとですね、2030年に完成させようという
予定、はい、予定なんですよ。予定ですよね。あ、まあ、予定は聞いてるんですけど、はい、でも日本でいう規模感でいうと、はい、あ、まあ、それはそうですね。そうですよね。本当にそうですね。もうそれこそ100年ぐらいかかっちゃうような規模感ですよね。確かに。で韓国政府がですね、あそこはあの自由経済区域、はいはいはい、経済自由区域ですかね、はい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 、指定されてるとかいう話、ここに指定したのが2003年はいはい、はい、ですので、まあ、非常にこうインセンティブなんかを与えながらですね、だからまあそういう意味ではですね、はいはいはい、まだまだ中間ですけれども、これからまあいろんなことをやっぱり入れ込みながら発展していこうということだというふうに思いますね。非常に本日はスケールが大きいといいますか、規模の大きな街づくりの話題になりましたね。話題といえばですね、そのくらい規模が大きいんですよ。日本ではちょっとそこまでの規模をこれから開発をやるっていうところはまずないでしょうから、はい、ちょっとそのものの考え方としては非常にこう我々100年後の未来というイメージで言うと、もうその100年後の未来が院長にはもうできてた感じでしたよね。はいはいはい、そうですね、はいはい、もうそのぐらいの規模感だと思いますよね、はいはい、それではここで1曲お送りしたいと思います。東方神起でパープルライン。目指せコンパクトシティ東戸塚、本日はインチョンの街づくりの話題についてお伝えしています。さて、先ほどまで非常にスケールの大きな、まあ、大規模な街づくりということでご報告いただいてたんですが、まあ、私が向こうで率直に感じたことをちょっとお話ししてみたいと思うんですが、はい、経過を見てきているということもありますので、まあ、あえて申し上げればですね、計画から完成までのスピード感というのがやはりこれはすごいなと、はい、あれだけの大きなスケールでスピード感を持って事業を仕上げていく、町をそのものを作り上げていくというのはこれかなりのエネルギーと、まあ、資金的にもそうですが必要なんだろうなと、それをやっぱりやり遂げているというところにやっぱり すごさを感じました。すごいですよね。なかなかあれだけのものをですね、はい、想像しただけでゾッとしますけど、いや本当にすごいと思いますね、すごいですよね。都市博覧会の時にですね、はいはい、今から6年前です、はい、都市博覧会 に参加した時はグローバルキャンパス、私ども見てきましたけども、はいはい、見てきましたね、このグローバルキャンパスもですね、まだ実は建設中だったんです、はいはいはい、で来る大学はいくつか決まってましたけども、はいはい、明確ではなかったですね、はいはい、まあ、2,3 は明確でしたけど、はい、名前は決まってましたけど、私たちが行った時には、はい、もうすでに大学が4つ来てましたね。ニューヨーク州立大学なんかもありましたしですね、はい、物の考え方は素晴らしいですよね。すごいですね。なかなか思いつかないと言いますかね、はい、斬新なアイデアだなと思いますね、はい、今後10カ所の大学が来る、そうですね、と言ってましたね。全てで10カ所です。10カって言ってましたね、はいはい、あと 6個、はいはいはい、でこれももうほぼ目処がついてるという言い方してましたし、はいはい、これをやっぱりグローバルスタンダードでですね、大学、まあ、いわばその本国にある大学と同じ単位、はい、そうですね、単位の取得も互換性もあるしですね、はい、で世界の40番以内の大学だっていう話でしたからね、はいはい、10個来ちゃうってことですから ね素晴らしいですよね。すごいですね、しかもあのエリアもそのグローバルキャンパスの置かれているエリア全体で今実はまだまだどんどん建設が進められていてです ですね、学生たちが集まるところは、はい、あるいはあの授業を受けるところ、あるいは交流するところっていうのはもうできてますが、はいはい、どんどん拡張、そうですよ、ね、してるわけですよね、はいはい、教授陣の住まわれるキャンパス、はいはい、あるとかね、あの、はいはい、ビルとかですね、ビルとかですね、マンションですね、はい、マンションみたいな、そうですね、建物ですね、こういうものをもう今建設中だっていう話を聞いてきてですね、若い世代の人たちをやっぱり育てることに関してもかなり積極的に、そうですね、やっぱりあの私が感じたのはやっぱりこう日本はちょっとこうバブルが弾けてからの日本って、はい、その新しいものですとかそういったものに対してちょっと腰が引けてるような状態ですよね、はいはい、そうですね、ですから新たなものをやることに関しては相当慎重に進めてますけども、はいはい、もう今のインチョンはまあ、まだまだイケイケな状況、イケイケどんどんですね本当にそうでしたね、
やっぱりそのスピード感ということと、もう一つはこの埋め立てた土地にですね、もういっぺんに新しい都市を立ち上げているというですね、この壮大さですね。そうですね、まあ、逆にやっぱ、はい、そのさら地っていうか、その何もないところに建てるのが一番楽ですからね、はい、まあ、この東戸塚もそうでしたけども、やっぱりその区画整理して、もともと山だったところの開発の方が、やっぱ再開発の方が大変ですから、そういった意味でああいう埋め立て地も、やっぱりこの何もないところに作っていくって方があえて楽なのかなという感じはしましたよね。そうかもしれませんね、はい、まあ、やっぱり効率性の点から言ったら、やっぱり今の街づくりっていうのは、まあ、短期間でもできるだけの、そういうあのものを持っているからこそできるんだと思いますけどね。で、私やっぱりあの、なんて言いますか、公園とかですね、それから街路の作り方とか、それからまあ街路樹も含めてですね、まあ、緑の確保の仕方なんかも、ちょっと関心持って見てきたんですが、まあ、やっぱりバランスよくちゃんと取ってるなと。そうですね。で、実際に向こうの人たちが聞いたり、あの後から帰ってきてから文献なんか見たりしたんですが、公園の面積、緑地の面積っていうのは、街区ごとに、その街区の面積の 30% を取るようにしてるみたいですね。はい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 、これはもう最初からそういう計画を入れてやってると。なるほどね、バランスとしては 30% ぐらいがちょうどいいバランスかもしれませんね。はいはい、そうですね。だからこれ本当にあの、まだ私たちは緑を感じるような、はい、あのところまでいかない、まあ、育ってませんからですね。はい、これ本当に緑が茂ってもう感じられるようになってくると、やっぱりこの超高層のビルや低層中層のビルと合わせて、まあ、バランス的にも非常にいい街になってくるのかなと、ね、はいはい、大学のキャンパスなんかでもそのやっぱり片鱗がちょっと見えましたよね。はいはいはい、そういうことをちょっと感じましたですね。東戸塚で私たちが100年50年100年後を目指して作ってるムービーの姿がですね、はいはい、やっぱりあそこでやっぱりあちこちで見れたという、そうですね、ことも感じましたですね。はいはいはい、まあ、今回改めてですね、方向性としてはやっぱりそれは間違いじゃないなというのは、はい、あのつくづく感じて帰ってきたわけです。そうですね。はいはい、で一方でですね、私たちが一番、まあ、最後の時にですね、インチョン市の市が、持ってるシンクタンク、はいはいはい、これ公的な機関、学術機関ですけども、インチョン発展研究院ですか、はいはいはい、行ってきましたね。で、まあ、あの院長先生なんかとも話をしてきたわけですが、この時に私も質問を率直にぶつけたんですが、やっぱりこれだけの壮大な街がですね、一気にこう立ち上がっていく、でそれの今度はメンテナンスということになってきた時に、やっぱり一つの課題を感じるんですが、どんなふうに先生はお考えですかって話をしたらですね、考えたくないものは今考えたくない本当ですよね。あれ聞いた時に、あのそれこそ日本のバブル前の、はいはい、ね、発想かなっていうふうにちょっと感じましたけど、ね、そうですね、こうあってほしくないというふうに思われるようなことは今考えたくないというおっしゃってらっしゃいましたね。はい、まあ、確かに考えすぎちゃったら前に進められなくなっちゃいますけど ね、 その言葉に、まあ、おそらくまあ冗談半分で言ってらっしゃるんだと思いますが、象徴されるようにですね、私はやっぱりさっきスピード感って話をしましたけど、スピード感というのは逆に言い換えればですね、街が全部いっぺんに老朽化するそうです、ね、ということになるわけですよね。はい、結果的に東戸塚の場合で言うと、逆にバブルが間に入ってくれたおかげで年代別がうまく測れたと言いますかね、まあ、東口にある程度こう建物が建っていって、はい、でバブルが弾けて一旦その開発的なものが止まって、また建物がぼちぼち建ってきたので、非常にこう年齢層が幅の広い年齢層が東戸塚の場合は集まってきてますけど、そうですね、あれ一気に建ってたら、はい、もう一気に、皆さんが年を取ってしまうという、ね、はい、状況が、まあ、実際にはできてしまってるんだろうなと思いますから、 そうですよね、まあ、それが、まあ、院長の場合はそのスピード感を持って今やられてますから、一気に年を取ってしまうということなんだろうなというのは感じました。はい、ね、でこのね、これだけの大きな規模で、そしてやっぱりあの日本と同じようなことがですね、タイミングは遅れますけども、やっぱり出てくるんだとするとですね、これはもうインチョン広域市という一地方自治体 の、 あのこの課題じゃなくてですね、はいはいはい、国家的な大きな課題になっていく可能性っていうのは十分あるそうでしょう、ね、というふうに思ってまして、はいはいはい、やっぱりあそこの町を埋め立てる段階から作ってるのも国
はい、まあ国策的にやってますし、はいはい、もう重点的に資金も投入して、はいはい、もう投資金額も非常に大きなんですね、完成するまでに12兆から15兆と言ってましたね、日本円に換算して、はいはい、ですからそう考えると、まあ、大変な経済投資してるわけですよ ね、 そ う、 すね、はい、そういうことを今度はやっぱり持続可能性という点から言ったときにですね、やっぱり都市が抱える課題というのはもう非常に大きな課題を自治体として抱えることになりますので、はいはい、これを国としてどういうふうに国と自治体がですね、どういうふうにこのバランスを取りながら、はい、こういうこのもう必須のやっぱり経済的にもですね、重みとなって自治体にかぶさってくるんだろうと思います、ね、はい、それにふさわしい今度は投資に見合った回収しなきゃならないという課題も出てきますので、これどうするんだろうというのは率直にやっぱり感じたですよ ね、 すよね、観光産業とかですね、それからまあ今日本でも非常に話題になってきている IR 施設ですね、レジャー施設とコンベンション機能だとかですね、多様な機能を一箇所に集中して作る、まあ、施設ですけど、こういうものも今韓国では2カ所新たに作ろうとしてるわけですよね。そうですね、インチョンですね、空港の近くとですね、インチョンの地域の中で IR が2つあるっていうのはなかなかすごいですよね。すごいですね、はいはいはい、ですからそういう意味ではもう集客をですね、もう今以上に今の何倍ものエネルギー使って、はいはい、お客さんを世界中から集めて、そうですね、街そのものを盛り上げていかなきゃならないと、ね、いう課題もあるわけですよね。まあ、日本はちょっと出遅れてしまってますけど、はい、まあ、日本も頑張ってですね、巻き直しを図らなきゃいけないなって、まあ、今回横浜でそういう動きがあるということでですね、成功させなきゃいけないプロジェクトなんだろうなというふうに思ってうす、ね、私がやるわけじゃないですけど絶対に成功してもらいたいと思いますけど、そうですね、はい、やっぱり世界から見るとまだまだ日本の魅力っていうのはいろんな意味であると思うんですね。そうですね、ですから、そうですね、そういった意味でそれを何が足らないっていうと、そういう遊び場が日本にはなくて、まあ、ディズニーランドとかはありますけども、もう大人の遊べる場所がないっていうことですから、まあ、そういった意味で今回 IR がですね、実現できれば非常に魅力的な、もちろんそのプラスアルファの国になりますけども、そうですよね、ですから、まあ、ここはちょっと力入れてやっていただきたいなというふうに僕は個人的に思うんですけどね。北東アジアの中で韓国が、まあ、インチョン国際空港はもうハブ空港になっちゃってるわけですね、今すですね、完全になってますね、はい、今実は先ほどちょっと話をした3つの地域の中で、ソンドの南側にですね、インチョン新港を作ろうとしてるわけですね、新しい港、港ですね、はい、で古い港旧港も実はこれはパナマ運河方式の港門っていうのを、はいはい、見に行ったところですよね、はい、そうですそうですそうです、であそこは非常に遠浅な港ですので、はいはい、まあ、ある意味で不利、はい、物流にはですね、はいはい、ところがそれでも韓国2番目のですね、はい、物流、まあ、量から言っても、はいはい、あそこで落ちてる金額から言ってもですね、はいはい、すごいやっぱり金額が落ちてるわけですよね、はいはい、貿易港として栄えてるわけですね。でこれ今度は新たに新港を作ってる、はい、これはもう今第一韓国で第一の港であるそのプサンを追いつき追い越せという、はい、そうですね、というですね、勢いで作ってる、はいはい、コンテナヤードが中心になった港、港の仕組みももうなんか大きなドックヤードみたいな、はい、仕組みですから、そうですね、ある意味そのまあ、デイリーに時間かかるっていうのはあるでしょうけども、ある意味その湾内は穏やかですし、そうですね、そうですね、一つの手法としてはあれ遠浅と、まあ、とか関係なしにも、はい、ああいう仕組みってのは非常にいいのかなって僕は個人的には思ったんですけど、そうですね、そうですね、そうなんです。だから、私も実は最初に見た時にですね、こんな非効率なことをやっててですね、しょうがないんじゃないかと思って時期もあったんですが、実は調べてみると、とんでもないんですね、はいはいはい、やっぱり物流の量から言っても、その落ちてる金額にしてもですね、国際港として非常にやっぱり発展してきてるという姿を見ると、はい、戦略的に新しい港を作るこのインチョンの、今度はあるいは今実はこの間も横浜市の公安局の人たちともいろんな話をしたんですけどね、
インチョン信仰ができると、またこのコンテナがですね、相当向こうに行く。はい、そうでしょうね。でプサンは、阪神淡路大震災の時に、日本に入っていたコンテナがもうほとんどプサンに流れた、流れたにあの荷物は帰ってこない、そうですね、一回取られちゃうと戻らないんですよね、この傾向がですね、インチョン信仰ができることによってまた生ずるんじゃないかという恐れがあって、この空もそうですし、港も海の港もですね、まあそういう意味ではもうハブ化していく、世界の中枢拠点になっていくと、こういうやっぱりことを考えるというのは、まあ、将来どこを見てるかって言ったら、院長はですね、それだけの投資をしたっていうのはもう世界的な市場であるところの中国と、これまた世界的な市場であるところの日本と、この間に挟まれて何もしなければ沈んじゃうよという危機感があったから、やっぱりああいう大胆なことができたんだと思うし、また国策的にもやってるんだと思うんですね。やっぱりそういうこの北東アジアの世界的なこう動き傾向、あるいはこの今グローバルに進んでいるこの経済の動きなんかもやっぱりしっかりと見ているんだし、着々と手を打ってるんだなということを、やっぱりああいう現場へ行くと、いや本当にこう感じますね。今回そういうことをすごく感じたんですね。本日はインチョンの視察のお話を伺わせていただいております。それではここで一曲、アンジェラ・アキさんで Today。 目指せコンパクトシティ東戸塚、本日はインチョンの視察のお話を伺っています。大滝先生、今回現地でのご報告をいただいたわけですが、これを実際に東戸塚の街づくりに生かしていくといいますか、ヒントにしていくということになりますと、ちょっとスケールがだいぶ違うんですけれども。そうですね、スケール感で考えてしまうと、まあほとんど参考にするものはないなということなんですが、ただ手法とかですね、それから街づくりっていうのはハードだけじゃありませんので、今は確かにインフラを整えたりですね、それから必要な施設を一生懸命になって作ってるという、今はそういう投資の時代ですね、開発投資の時代ですが、しかしいずれこのメンテナンスをしなければならなくなる、それからこのエリアマネジメントといいますか、この地域全体をどういうふうに運営していくか、この運営を行政だけに、税金に頼って行政だけに任せていていいものかどうかっていうのは、これどこの国も同じ抱えている課題なんですね。でそういうふうに考えると、やっぱり私はその都市まちづくりっていうのはある意味で適正規模といいますか、規模というものを考えなければいけないなというふうにも思っておりまして、それからもう一つはやっぱり税金にだけ頼るんじゃなくて、やっぱり地域のそこに住んでらっしゃる皆さんと一緒にやっぱり街をですね、発展させていくという考え方ですね、この持続可能な地域街を作っていくという発想、でこういうことを考えるときに、やっぱりどれぐらいの規模がいいのかなっていう、私もずっと考えてきてるんですが、やっぱりこの東戸塚なんかの地域の規模っていうのは、私はこのコンパクトシティ作っていく上で本当に望ましいあり方、バランスがですね、私も感じてまして、今乗降客が12万人ですよね。でその12万人から、それが、これ今後 どこまで増えるかっていうのは 別としましても、その12万人の乗降客がある駅を中心としたコンパクトシティという、その駅 その乗降客に合わせたコンパクトシティですよね、ですから、日本中にはいろんなその乗降客がある駅がこうあると思うんですけど、その駅のを中心にした開発ですね、コンパクトシティの作り方っていうのが望ましいんだろうなっていうのがつくづく感じますよね。そうですね、人口に合ったですね、やっぱりですから、このハードのものだけ見てもびっくりして参考になんねえっていうんじゃなくてですね、その都市がこれから抱えるであろうソフト面も含めた、やっぱり街全体が
やっぱりバランスの取れた発展の仕方をしていくには、はい、果たしてこれでいいんだろうかということ を常にやっぱり、ね、注視していかなきゃいけないし、はいはいはい、そのことをまちづくりの中に生かしていかなきゃならないというのを、まあ、今回やっぱりすごく感じて帰ってきたというのが、まあ、率直な感想ですよね、はい、まあ、話したいこといっぱいあるんですけど ね、 そうですね、なんかこうやればいいっていうだけじゃないですね、はい、ですね、あの、はい、大規模にやればいいっていうだけでもないでしょうし、やっぱその町には町に合った町づくりっていうのがあるんだろうなとつくづく感じましたよね。あの規模感だったらああいう町づくりがいいのかもしれませんけども、はいはい、東戸塚の場合はその乗降客12万人の駅を中心にどういうコンパクトシティを形にしていくかということなんだろうなというのはつくづく課題としてですね、はい、感じました。そうですね、はい、またいつかお話できる機会があれば、そうですね、もっと別の観点でお話できればと思います、はいはい、ありがとうございます。楽しみにしたいと思います。そしてあの東戸塚の街づくりについても今回話題として触れたいんですけれども、ちょうど今週の、末からですね、土曜日ですね、はい、はい、ミュージックライト音と光のコラボレーションイルミネーションが始まりますね。そうですね、もういよいよですけども、まあ、大体工事の方もほぼ終わりまして、もう今テスト段階やってますけども、7日に点灯式ということですので、皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。楽しみですね、本当に。これ今までない東戸塚のイベントですから、なんとかですね、こう10代20代の若者の方にもですね参加をしていただきながら盛り上げていきたいなというふうに思ってますので、ぜひ皆さんはですね、このミュージックライトにお越しいただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。内容につきましては前回の放送でたっぷりとお話しいただいたんですが、はい、点灯式が18時、夕方の6時、はい、式典が17時半からですね。式典は17時半、これはパンフレットのやつはですね、ショータイム日々のやつですから7日だけちょっとイレギュラーです。ですから、通常は17時からショータイム始まりますけども、式典7日の日の点灯式の日は17時半からですね、式典が始まりまして、18時に点灯式です。これはあれですね、もう17時18時ぐらいになってると今自分ですと割に暗いですよね。そうです、あえてですね点灯式はちょっと暗くなってからそうです、ね、ピカッとつけたいという思ってですね、はい、ちょっと時間を通常より1時間ずらしました、はいはい、とはいえですね、やはり駅前ですのでそんなに真っ暗にはならないところがまたその東戸塚のオリジナルなところなんですけれども、いや真っ暗にしたいんですけどね真っ暗にするとより映えるんですけど、それなりの数の電球が灯りますから、はい、相当明るくはなると思いますので、はい、お楽しみにしていただきたいと思います。こちら2015音と光のコラボレーションは7日の土曜日にスタートしまして、来年2016年の2月の29日月曜日までの予定になっております。はい、ぜひ皆さんお楽しみになさってください。もう間もなくです。それではここで最後の一曲お送りしましょう。ミスターチルドレンで響き。目指せコンパクトシティ東戸塚、本日はインチョンのスケールの大きなエネルギーあふれる街づくりについてお話を伺いました。先生、やはり現地の空気感というのは相当熱かったですか？そうですね、やっぱり活気を感じますね。ただまあこの新しく作られた街の中で私たちは3日間過ごしましたので、はい、この元々の地域の方々はこの新しい町をどういうふうに感じていらっしゃるのかというような課題とかですね、はい、そのバランスどういうふうにこれから都市全体の運営でどう考えていくんだろうなというのはこれからやっぱ私たちとしては注視したいところではありますね。まあ、その辺のことについてはまた機会があったら話させていただきたいと思っています。はい、まあ、次回も続きをですね、はい、ちょっとご紹介していきたいなと思います。はい、はい、そういう意味では東戸塚の街づくりに生かしていくためにも、その院長の課題ですとか問題ですとか、まあ、これからの進み方は非常に注目して、はい、参考にしていきたいというところですね。そうですね、まあ、街づくりってその街に合った街づくりなんで、はい、やっぱりそのああいう大規模なものが参考になるかって言ったら それはそれはまた参考になるところもありますけども、やっぱり東戸塚バージョンとしてどういう街づくりをしていくかということが大事ですよね。はいはいはい、
そういう意味では、はい、またこれからもそのお話を伺いながら東戸塚のまちづくりのお話に話を広げていきたいと思います、はい、そして東戸塚のイルミネーションにつきましては先ほどもお伝えしましたようにいよいよ今週の土曜日から明かりが灯ります。そうですね、東戸塚ミュージックライト、これは本当に私どもまちづくり開発委員会としましては、はい、いかにこう地元の方、東戸塚のお住まいの方々にですね参加をしていただいて、まあ、この住みよい街づくりをしていきたいわけですね、まあ、箱物を作るのも街づくりなんですが、こういったソフト面の充実、まあ、この FM 戸塚もそうなんですが、そういったものをですね感じてもらいながら一緒に街づくりをやっていただきたいという思いで今回もこういうイルミネーションをやらせていただきましたので、ぜひ皆様にこう参加をしていただいて感じていただいて、より良い街づくりを東戸塚で進めていくということにご協力をいただきたいというふうに思います、はいはい、11月の7日から来年2016年の2月29日まで4ヶ月間ですね、光が灯ります。電車をお使いの方はきっとご帰宅なさったり通りが明かりになったりでこの光をご覧になることかと思いますけれども、心にポッとこう明かりが灯るようなこうほっとした癒されるような空間づくりにならったり、また地域の交流の場にもなると思いますので、ぜひお楽しみになさってください。音と光のコラボレーションは11月7日からです。ということで今日も目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしてきました。またまちづくりについて皆様のご意見などお聞かせください。メール、ファックスなどお待ちしております。メールはメールアットマーク fm-totsuka.com、 メールアットマーク fm-totsuka.com、 ファックスは 045-829-0837、 045-829-0837 です。目指せコンパクトシティ東戸塚宛てとしていただくと嬉しいです。これまでの放送につきましては FM 戸塚のホームページからもお聞きいただけます。ホームページのあのコーナーをもう一度聞きたいでアーカイブをチェックしてください。目指せコンパクトシティ東戸塚は第1、第3水曜日の午後7時からの放送です。今日も東戸塚駅周辺まちづくり開発委員会会長の福原実さん、またゲストといたしまして新一グループ顧問の大滝正夫さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。